必ずやろう。日本最高の朝が豊です。この動画を見てなるほどね。なんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、ロシアとまあ、ヨーロッパの方を結ぶ海底パイプラインのですね、えー、このノルドストリームというのがありますよね。 でえー、ノルドストリーム1とノルドストリーム2の、まあ、2本があったわけですがこの両方からですね、まあ、天然ガスが漏れ出すという、まあ、そんな事故が起こりましたでこの、えー、ガスの漏れ出しの原因はですね、まあ、人為的な水中爆発によるものであるというのはもうほぼ間違いないというふうに見られていますでスウェーデンの国立地震センターはですね 大規模な震動を観測しているということがあり、まあ、スイスの国立地震センターのビョルンルンド氏もですね爆発が複数回あったことは間違いないと、まあ、こういう話をしているわけです。でデンマークの国防司令部はですね、まあ、デンマーク領のボーンホルム島周辺で天然ガスが漏れ出して、まあ、海面に泡立っているというそういう映像を公開しました。 でデンマーク当局はボルンホルム島周辺の航行を避けるようということでこう船舶に対しして警告を発したとということがありますで天然ガスがこう噴き出しているところではですね、まあ、天然ガスがまあ何らかの原因で引火そして爆発する恐れがあるというのはまあここで当然理解できると思うんですが。 ああそれだけではなくてですねこういう海域を船が通過するとこの水中の天然ガスによってですね通行する船舶がですねこう浮力を失う危険性もあるんだっていうことがこう報じられてました、まあ、いずれにしてもそういうことでその天然ガスがこう出ているその周辺の海域はですね、えー、船が通ってはいけないというこういうことになっているということになります。 ではこのパイプラインの損傷のあったですねこのボーンホルム島の近くというその場所は具体的にどこなのかというのをですね、えー、地図で確認をしてみようと思うんですけれども、えー、BBC が用意してくれた図を見てもらいたいわけなんですけれども緑色のラインがノルドストリーム1、えー、紫色の点線がノルドストリーム2です。 でボーンホルム島を取り囲むように長方形の枠があってその枠を拡大したのが右下になりますで、その右下の地図を見るとガス漏れが起こっている地点がどこであるのかがわかるはずです で赤丸になっている3箇所があ、まあ、確認できたかなと思うんですがそこがガス漏れの起こしていいるる地点ととうここになるんですねでこのボンホルム島というのが後で重要になるのでこの島の名前とこの島の近くでガスの流出があったということを覚えておいてください。で地図上ではボンホルム島はですねなんかこのポーランドかスウェーデンの領土のようにもね見えるかと思うんですが、まあ、実はデンマーク領であるということになります。 人為的な爆破によってまあ損傷が生じたというのはもう確実視されているわけですけれどもでは一体どここがが爆破をやっったんででしょうかってことがまあ問題になるわけですよねで現段階においてはどこがやったのかというのはまだ確認ができていないということになっていますけれどもまあおそらくロシアではないかというのはまあそれほどおかしな見立てではないかなと思います。 で現在、ロシアはですね、えー、ノルドストリーム1もノルドストリーム2もですね、共に動かしていないわけなんですね。で、まあ、運転ができないのは西側の制裁のせいだ、ね、それでタービンが動かなくなってるからだ、というふうに、まあ、ロシア側は主張しているわけなんですけれども、これは私は素直には信じられないな、というふうに思ってます。 というのは、まあ西側に修理に出されていたタービンはですね、ロシアにすでに戻っているということがあるはずで、えー、これについてはですね、まあ西側に対しての嫌がらせでもってやっているというふうに見た方が良くて、まあタービンがうまく回らないからね、えー、それでメンテナンスがちゃんとできてないから、それで動かないんだというのは、それはちょっと違うんじゃないかなというふうに思っています。ですから、 ああメンテナンスが終わってないからっていうこの話でやっていくとお西側の反発をね回想というようなことがあるからウクライナがノルドストリームを爆破して使えなくしたからなんだという、まあ、理由にこうでっち上げていくというか、まあ、こういうことをやる形でウクライナ避難にねうまくしたいつないでいくことができるんじゃないかっていうことが思惑としてあったと。 考える方が自然かなとは思ったりしますただまあそれがうまくいくかどうかということで言うとまあ私はかなり疑問だったりするんですけれども一応そういうことで考える方が自然かなというふうに思っていますでただまあロシアがやったというふうにですね現段階でこの決めつけができるかということになった時にはですねもう 本当に何も証拠らしいものがあ少なくとも私には分かっていない状態ですからもう勝手な推測にしかならないわけなんですよね。でロシアがやったという証拠は別に何もこう取り上げられてはいないということにはあなるわけなんで、えー、現段階で決めつけるるとといいいいううのははそれは間違っているというふうに思います欧州委員会のですねフォンデアライエン委員長も破壊工作に対しては 断固とした処置を取るみたいな感じのことをこう表明はしていますけれども、えー、その事件と、まあ、その理由というものを完全に明らかにする調査を行うことがね、まあ、最優先なんだと、えー、いうことを述べていたりするわけなんですが私はその立場を支持しま,すまた CIA がドイツ政府に対して6月の段階でですね ノルドストリームがこの爆破される危険があるぞという警告をもうすでに行っていたという話もえあるんですけれどもまあこれもですねもう考え方によってはですがアメリカが本当は仕組んでたんじゃないのなんていうねえでまあ自作自演でやっときながらああロシアがやったんですみたいなね えー、そういう可能性だってあるじゃないかって言われたらまあそれはその通りだったりもしますから、まあ、とにかく、えー、今の段階において、えー、拙速にですねどこがやったかっていうことを決定して話を進めるというのは適切ではないだろうなというまあ一応その理解でいこうとは思ってます。でただ私がですねロシアがやったんじゃないかということに関しては、まあ他にもですね、まあ、理由らしいものっていうのはあるんですけれども。 で、そのうちの一つというのはですね、えー、ロシアから、まあ、ウクライナを通じてですね、このヨーロッパの方に向かっているこのパイプラインに関しての話というのがあるんですね。このパイプラインに関してロシアはウクライナの,その国営のエネルギー会社であるナフトガスというところがあるんですがこれがですねガス料金をちゃんと払っていないっていうことから。 もうね制裁を科すぞというような感じのことを今考えてるっていうことがこれが報じられてるわけなんですね。でナフトガスからすればなんですがロシアがウクライナに対して仕掛けたこの戦争ということによってですよ、ね、国土がむちゃくちゃな状態になって顧客があそのガス料金なんかが全然払えないような状態になっていて。 でそれでそのガス料金をね請求されてもそれはロシアさんあんたの方が悪いでしょっていうこういう話になってくるわけなんですけれどもそれはもちろんロシア側からすりゃですねああそりゃそうですねわかりますわかります申し訳ありませんでしたなんていうふうに認めるわけには当然いかないということになるわけです。そこでこのウクライナに対する制裁というものをですねロシアは考えていて。 まあこれを理由にして、ですねこのロシアとヨーロッパをつないで、まあ、ウクライナをこの経由しているという、このパイプライン自体をですねもう止めてしまうとか、あるいはあその送るガスの量を減らすというような、こういうことをですねこうやるぞというえ、こんな感じのことをですね脅しとして今、ちらつかせているということになるわけなんです。 このパイプライン停止をちらつかせる際の脅しとしてですねまあノルドストリーム1もノルドストリーム2ももう長期間にわたって使えなくなったということがあるとこれますますこのですねそのウクライナを通過するパイプラインというものを停止させるぞという脅しはまあ大きく効いてくることになるのではないかっていうことは まあ見込めることになるんじゃないかということになりますよね。で、ところで今回のノルドストリーム1、ノルドストリーム2の爆破が行われたのは、ノルウェーからこのポーランドに向かって流れるまあそういうこういう天然ガスのパイプラインがこうあるんですね。これをバルチックパイプと言うんですけれども。 これが新しくできたのと木をいつにしているというのがちょっと注目したいところでもあるんですね。でこのパイプラインの開通式が行われたのはもう9月27日というわけでこのパイプラインで運べる天然ガスの量はですねノルドストリーム1の 5分の1程度ということにしかならないんですけれども、まあ、それでもポーランドスロバキアチェコなどはですねこのののパイイプラインととといいううが非常ににに重要ななな意味を持つものになってくるというここりますでこれはあ今から4年前からですね、えー、そういうことでもって、えー、こう工事とかがこう始まって、えー、やってきたものになるわけなんですけれどもポーランドはあもうその当時から ロシアに依存するというのを極力避けたいというふうに思っていてこのノルウェーからのパイプラインというものにですねかなり当てにしていたっていうことがあるんですけれどもまあこれが今の段階でえしっかりと引かれるようになったっていうのはまあ大きいかななんてね思っているわけなんです。ではこの ノルウェーとこのポーランドを結ぶこのパイプラインというのが実際どこを通っていくのかというのを地図で確認してみましょうこのパイプラインがですね途中で直角に近い感じで曲がっているのが分かると思うんですがこの直角に曲がるポイントにあるのが あボンホルム島、まあ、つまりこの島の周囲で、えー、その水中爆破が起こったっていうあの島ですねそのボンホルム島だとということにななるわけなんですつまりこのボーンホルム島のすぐ近くでノルドストリーム1ノルドストリーム2の爆破が起こったとすればですねほぼ同じ海域を走るこのバルチックパイプの爆破というのも実はこの簡単にできるぞということを暗示する役割を果たしているっていうことに なるるんじゃななないかなとも私には見えるわけなんですねで今回の爆破に関する調査がですねこう進められるということになっても結局どこの国がやったか十分には突き止められないという結果に終わるかもしれないわけですね。でそういうことになった場合この近くの海域で、えー、バルティックパイプにおいてもですねいつでもこの爆破できるんじゃないかということに ままあなっていいくこのの心理的プレッシャーっていうのを与えられますよねですからこの爆発の原因の究明というのは、ね、その適当にロシアをね悪者にしてでっち上げるためにも何でもいいからっていうようなそういう話じゃなくって本当にですねどこがやってどういうやり方でやってですねこれを成功させたのかっていうのをこの究明しておくっていうのは 実はこういう観点から見ても非常に重要になるということになってくるわけなんです。でさて、えー、肝心のこの天然ガスの価格なんですけれどもヨーロッパでは先物価格が22%上昇したということがまあ報じられたりもしたんですけれども、まあ、全体的に見た場合にはですねこのパニック的な上昇にはまあなっていないということがあります。でこれれはヨーロロッパにおいてもそのの天然ガスのロシア離れが まあ、想像以上には順調に進んでいるんだなということが伺えるということもあるんですが、もう一方において景気減速による需要減少というものがどうも進んでいるんじゃないかということも伺えることになるわけなんです。で、8月頃にはですね。もう非常に心配された。この天然ガスの問題なんですけれども、どうやら？ ピークはもうう超えたんじゃなないいかなととううに見ることができますこういう点でですねこの天然ガスは価格面では安心できるような状況にだんだん変わってきたということにはなるわけなんですけれどもしかしそれは 景気減速が一方ではですね、結構激しく進んでいるということを裏書きしているというところもあって、そういう両面を見てですね、理解しておくべきことではないかというふうに私自身は今思っています。必ずやろう、日本最高、朝香豊でした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう合わせてお願い申し上げます。